初めまして。坂口さんと杉田さんに質問です。なんだよ。よく中二は一番バカだと言いますよね。お二人は実際に中二の時自分でバカだったなと思うことありますか？あったらぜひ聞きたいです。あー、中学校2年生。中二だよ、中二。うん。14歳ぐらいだね。14。うん。なんだろうな。僕から話しましょうか。うん。多分これだな。中2ぐらいの時に、うん、僕埼玉県に住んでたんですけども、はいはい、まあ今も住んでますけど、埼玉から、その東京に遊びに初めて行ったことで、はいはい、で、どこに行ったかなと思うと、上野に遊びに行ったんですよ。おー。ええ。はいはい。で、バイクとかいっぱい売ってるじゃないですか。売ってるね。それを見たりしながら、僕は、その、軍物の、なんかこう、なんだろうな、その、流出したものとか。ミリタリー的な。というところで、ガンベルトみたいなのを買ってですね。中二、やっちゃったな、中二。軍隊の人がよくつけるじゃないですか。はいはい、ちっちゃい、カバンみたいなのがいっぱいついてる。はいはいはい。ね、プラスチックの硬いようなやつの。ガンベルトを学ランの下に常につけてる。いつ学校で戦いが起きてもいいようにっていう。ああ。でも、ガンベルトの横についてるちっちゃいポケットの中には、なんかハサミとかノリとか、ね、日常的に使うものがいっぱい入ってます。完全に日曜大工の延長だよね。そうですね。ああ。あれ便利なんですよ。道具袋だよ、もう。ベルトの上にもう一個ベルトつけるって。ベルトオンベルト。そう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 。ちっちゃいケースみたいなのが大好きでした。そっか、中に怖えな、はい。でも、学ランの下なんで、パッと見は見えないんです。確かにね。うん、でもなんかあった時にはもう。あれ、消しゴムどこ行ったかな、ここにあるぞって言って。あそうか、そういうことか、中二、あ中二ね。うん。中二なんもないよ、僕、理工だったから。ええもうほんと今の方が中二だよ、僕。今の中二病的な行為って何ですか？え今は。ラブプラスにときめくな。なんか問題が。あー、さっき僕がラブプラス見せたから失敗だったかな。もうしょうがないよね。うん、オッス、真中だよ、一緒に帰ろうって言われたらね。てへなんて言われた日にはな、あんた。うん、同じオッスでも、なんか、大輔さんと真中だと姉も違うのかな。オッス。オッス。ねるねるすんぞ。ならならすんぞ。そうね。と比べるとね。ね。そりゃもう。こんな雲泥の差があったか。恐ろしい。世の中にはいいオッスもあった。はい、そうです。うん、そんな感じです。はい、今もなお中学校2年生みたいなもんでーす。はい。はい、3つ目のテーマは、いつもドSな沖田が言った意外な一言とは？極上のドSキャラ沖田ですが、そんな沖田が一体どんなことを言ったのか、こちらは鈴村くんに紹介していただきましょう。ここで銀魂らしさの帳尻が合うわけですね。もう最終的にもう、ね、さえ合ってれば。なるほど、なるほど、分かってきたぞ、はいうん。じゃあやってみましょうか。はい。ラジオネーム白玉さんからいただきました。はい、ドSな沖田の意外な一言とは？シャンパンの線抜く係、変わってください。ああん？あれも技術いりますよ。これ、さ、これ難しいな。難しいですよ。要するに、シャンパンの線を抜く係を変わるってことは、抜くときに誰かに向けるみたいなことでしょ？バーンってぶつけるわけですよ。そういうことでしょ、ちゃんとやっていこう。わかりました。次、全力で。次、頑張ろう。よしよし次、はい、もう頑張ろう。よしよしよし、うん、はい、じゃあ次は、ラジオネーム、ひかべみかんさんからいただきました。ドSな沖田の意外な一言とは？虫歯を削り終わるまで、ずっと手握っててください。ああ、意外だ。意外だ。意外だ。今俺気づいたんだ。気づいた。今気づいた。これ意外な一言だ。意外な一言。だからさっきのシャンパンも怖いんだよ。怖いんだ。抜くのが怖いんだ。そうです。ああ、今カンペ、カンペ刺された。意外だって、これ。ほら。意外。ああ、だから俺頑張ってるけど、外の人は何言ってるんだろうな。そういう感じになってたんだ。そこに気づきましたか。俺だけだ。ここに気づきましたか。勘違いしてたの。あ、意外だった。意外、意外、意外。S なのにね。空気がだから、鈴村さんは自分をいたぶり始めるっていうね。もうだんだん行けばいいよね。だんだん行けばいいよ。S、ね。S なのね。次行こうね。次行こうね。うん。ラジオネーム、浦木さんからいただきました。ドSな沖田の意外な一言とは？ちょ、なんだよ、母さん。ノックぐらいしろよな。S なのにね。ね。親には弱いんですよ。ビクビクしちゃうんだろうね。親にはビクビクしてる。何してたんだろうね。いろいろビクビクしてたんですよ。してたんだろうね。まだ子供だってことだよね。そうですね。
いやーまだねあんなそういうねやつなのにね打ったりねすんのにねあいつねなんか老人みたいな人がいるね。ちょい意外だね。それあれってマジびっくりした俺も。ちょい意外だわ。なんで東幹久みたいな感じだったんですか。東幹久どんなだっけ。これはちょっと俺は大やけどだなね、うん、これはすごいわ。すごい大惨事っていう。大惨事だね、うん、もうほんと怖い。はい、これちょっとしばらく渋谷には来ないかなって思ってますね。悔いのないように、取り直さないかな。そうはさせません。続いて、はい、金消しってあんな文字消えないよねさんからいただきました。コクラが別れ際に一言。私の名字長谷川になるある。あーあーまだおまだお再婚ですよ。まだお再婚なんですね。まだお再婚ですよ。意外なところで。いやー、怖っ。ちゃいましたね。いやー、うん、いいんすかそれ。その組み合わせすごいですね。今までカップリングとしてない組み合わせじゃね。うんうん、斬新な感じが。誰も考えなかったんじゃないかなってね。うんうん、まあ、しいたげてますからなぁ。長谷川もそれが心地よくなってったりするわけでしょうか。ねえ。どんな会話とかあるんですかね。会話は長谷川が何か言っても全部。うんコッパみじって言ってたから。うせえよ、マダオって言って終わりですよね。全部うせえマダオで済むね、うん。家の中の会話が。フィギュアさん自身、うん、長谷川みたいな男どうですか。すっごい好きなんだけど。およくないですか。いや、長谷川だって、うん、あのね、いい人だしさ。そうそうそう。両通の時もね、みんなを守ろうとしてたりとか、うん、結構いい人なのにね。結局、船の事故で、よろずやとつるむようになって人生が変化してる。それまではエリートだしね。うん、ねしかもちょっとちょこちょいなところも可愛いなと私は思いますが。同性本能くすぐるよ。くすぐっちゃいますね。来ました。いい感じで。続いて。はい、ラジオネームは、あいかみさん。うん。坂口さん、杉田さん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、陰陽師編で、能登真美子さんがパンデモニウム役で出られていましたね。私も、パンデモニウムとの恋が始まりそうでした。お。おっと、人が恋に落ちる瞬間を初めて見てしまった。ああ、渡さねえよ。うん。謝れ。海野先生に謝れって。ちょっと待ってください。パンデモニウム、あれは新八の妄想ですよね。妄想だよ。ええ。妄想だけど、うん、声は、ね、そういうことだったわけじゃん。でも、すごいっすよ、本当に。いやー、なんかね、申し訳ない。オンエアは一人で見た。はい。あれは誰かと見たらダメだ。あのテスト収録の時の坂口さんがもっと神がかってるんですよ。でも放送できない、放送に耐えられないぐらいガチで緊張してたんで。うん。本当にね。のっさんってすごいんですよね、やっぱり。やっぱりあの、コンビ組んで長いっていうのはあるんですから、相手役として坂口さんと。うん。でもここに来てですよ、パンデモニウムで投入してきたかって。やばいっすね。すごい。すごいね。すごいね。あれをやった、ほんと、銀玉スタッフはね、うん、神がかってるね。すごいね。無茶するね、ええ。あれだってほら、おっさんキャラでやることもできるわけじゃん。うん、できます。おっさんで顔美少女っていうギャップを作ることもできるのに、うん、あえて、うん、俺をおかしくさせた。どうしたんですか。俺、おかしくなった。次だ次のメールを持ってこい。このまま、このまま坂口さんが爆発する前に。ラストのお便りはですね、イオスさん16歳、はい、男性の方ですね、はい、落葉家千編毎週見させてもらってます。この辺は新八のツッコミ喪失編とも言われてるだけあって、見てると彼のツッコミ見られないのかと思う反面、男らしくなったなと感じるところもあります。これからも頑張って応援じゃねえか。なんでこれを質問でもなんでもねえの。びっくりした。ああ今聞けたと思ってた。狙いだったのかもしれない、ね、びっくりした。なんか質問くんのかと思ったら、これからも頑張ってください。おお頑張るよ。ありがとう。ツッコミ成分ここで補うんですよ。補うってなんだよ。ということでいろいろ紹介してきましたが、この中からいつ僕らのサインが入った何かを差し上げますが、何でしょうかね。効果の共通点のお話、あとはですね苦手なもの、うん、それから、うん、日野くんへの質問と僕への励ましと、うん、やれやれ。銀玉カルト。ヒュ。問題。長谷川さんがグラサンをかけている時の戦闘力は何654枚分でしょうか。
あれでいいんだよね。うん。うん。杉田くんどうぞ。じゃあ、じゃあ、僕は当てに行きます。はい、当ててください。うん、あれは装甲版ではない。高速具だったのよ。当たってねえだろ。本当ですか？真の力をこう、押さえつけるためのものだったんですよ。まあ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 。別番組では合ってるけどね。隣で伊吹さんが、だからで、あれは本当は、胃液が出すぎて、早く肉食いたいっていう、あの上なんですよ。伊吹さん。違うから。違いますか？違うね。はい。かなり番組違うね。ええ。うん。なんだろう？残白刀？残白刀362枚分じゃないんだ。あの刀のね、刃のね。はいはいはい。ザラキではない。ああ、そっか。あの人、残白刀持ってねえ。はい。残白刀ないんですか？ないんだな、あの人な。倒したやつの刀をどんどん持ってっちゃう。持ってくからな。そう。っていうか、全然銀玉関係ねえだろ、ここまで。ね、人の置き傘とか持ってっちゃダメですよ、ケンバチさん、本当に。置き傘持ってかないと思う。あの人はそういうことはしないと思う。そうそうそう。刀だけど。置き傘の代わりに刀を置いてっちゃう、ね。コンビニから出てきた人が、俺の傘が刀に。刀に。これ刺して帰れってか。置き刀って意味がわかんない、ね。で、その時に雨水を切る新たな技を覚えたその人が、後々ブリーチに参戦する。最終的に何番台かの隊長ぐらいに。流れる雨のその流れすらもう断ち切るようなね。うえい。美しい立ち筋を持って。っていうか、膨らみすぎだろ、これ。すいません。この話題。結局昆布でいいの？簡単に答えちゃったね。ごめんごめん。はい、新八がアニメ銀魂全話、まとめて一言で突っ込んだ。銀さん。僕たちが銀さんに給料をもらってるシーンが一度もないんですけど。振り込みなんじゃないですか。いい。そういうことだよ、うん。振り込みだよ。案外地味なんですよ。案外地味。そこはね、ビジネスライクに。うん、そんな、もう、お肌とお肌の触れ合いではなく。そうですよ。ATM のある江戸っていうのもまた強烈な話ですから。ね、うん。振り込みか。なんかすごい血が通ってない感じがして切ないな。うん、やっぱね、給料袋でもらうとなんか、うん、それっぽいじゃん。そうですよ。なんかね、人の温かみを感じるっていうか、そうですね、働いたって感じがするね。そうですね。なので、うちの事務所も手渡しにしてくんねえかな。ちょっと給料日に警備員が出ますよ、それ。中井和也さんに給料渡される瞬間にこう。こうね、うん、警備員が5、6人。そう。下の車まで警備員をつけましょうか。そんな万馬券が当たった人みたいになるんですよ、うん、と。ただ中井くんは刀を持ってるから大丈夫。いや、俺は叩きる。そうそう。3本、おは6本だからね。そうですね。